おい、あかね、早く乗りなさい。わかった、今行く。総会って何人来るの？3人だよ。え？ 3 人？少な。小原ビルなくなったの？1年前に壊されましたよ。あら、そう。ああ、死んでやな。あの化粧。まあ、ちゃんとも元気なかったかね。元気なのはよしこさんだけだよ。足腰が弱って外へ出られやしない。そうそう、小原ビルがなくなってたわよ。小原ビル松江で初めてエレベーターがついたんよ。そうだったわね。お金はいりますか？お金？いりませんよ。どうぞ。何回お越しでしょうか？上、お願いします。何回ですか？一番上までお願いします。扉が閉まります。上へ上がります。開きますのでご注意ください。だんだんではありません。これはエレベーターです。お金がいるかって聞いたのはとしえさん、あなただったよ。田舎者だったんですね。エレベーター降りるときだんだんって言った。エレベーターガールさんおかしな顔してたわよ。意味が分からなかったんだわね。おばあちゃんいつ帰る？そうね、後で携帯電話するわね。うん、分かった。あれはあかねちゃんかね？
あの年頃は楽しかったね。そうそう、来年あかねも修学旅行ですよ。一体何を体験するんでしょうね。